後人車 SH8WP12 工人社 SH は日本のパソコンメーカーである株式会社工人社が製造販売するノートパソコン。最初のモデルは2007年6月発表。A5 サイズの7型ワイドタッチパネル液晶1スピンドルミニノートパソコンタブレット PC であり、最廉価モデルは8万円を切る低価格となっている。 リアルモバイル運用が想定されており、標準バッテリー装着時の重量が 1kg 未満と軽量で、バッテリーによる長時間運用ができる。ただし、本機の廉価版である SA シリーズよりもパワーアップしている分、バッテリー持続時間は短くなっている。外観、寸法、重量は SA シリーズとほぼ同様で、モバイルカメラとワンセグチューナーが追加されている。 法人向けモデルも存在し、ワンセグチューナーのないモデルがあった。チップセットに、インテル 945GU エクスプレスを採用し、インテルウルトラモバイルプラットフォーム2007に準拠した、小型ノート PC。CPU は、インテル A100、または、A110。OS は、Windows Vista を採用しているが、後に、Windows XP モデルも投入された。 シリーズの大半にタッチパネル液晶を搭載しており、画面解像度は1 2 4 6 0 0ピクセル。LED バックライトを採用。キー配列はごく普通のノート PC とほぼ一緒で、キーサイズは SA シリーズよりも若干小さくなっている。液晶ヒンジ部分が180度回転する機構で、液晶画面を外向きにして折りたためる構造となっており、 液晶パネル横にあるスティック型のポインティングデバイスと、クリックボタンによる操作ができる。小さいながらも、普通のノートパソコンと同様にタッチパッドが、搭載されている。外部接続するための端子類、カードスロット類が豊富なのも特徴である。外部モニター端子、有線、無線 LAN、Bluetooth 2.0 EDR、USB 2.0 CF カードスロット。 SD カードスロット、メモリースティックスロット、マイク端子、ヘッドフォン端子が備わっている。CF カードスロットは、タイプマイナス2カードの使用が可能。PC カードスロット、各種レガシーデバイス、イルダ、ファックスモデムは搭載されていない。汎用性の観点から2.5インチ HDD を搭載しているが、交換には本体を分解する必要がある。 本機は前述の通り Windows Vista が標準搭載されているが必要最小限のスペックとなっている。OS にパワーを取られてしまうためアプリケーションの動作が緩慢となってしまい不満を感じるユーザーが多いと言われている。そのため最初から Windows Vista を使わずに Windows XP をインストールし直すパワーユーザーが多く、 ノウハウがいくつかのウェブサイトにて掲載されている。以前は日本法人の公式ウェブサイトに Windows XP 用のデバイスドライバーがアップロードされておらず、韓国法人のウェブサイトから入手する必要があったが、2008年7月17日付で日本法人ウェブサイトにアップロードされた。ありがとうございます。